Let's go. 切なくなるほど体中に燃える君の愛はあのまま落ちていけばたどり着けるのあなたが描いた真夜中の熱い吐息浴びるたび固いくさびに縛られあなたの魔法にその夢のさ一瞬の時代したこんな背中で感じる続けられない君の抱き物疲れたわけではない足が短いわけではないね、汗が人は生まれたし景色を雨上がりの渦まじみ組み地に幻想に包まれてゆく雲ににじみ始める光に営みの中見上げた海に向けた視線の先あなたがそこにいた星は I'm noche aquí何の誰かを好きになることが許される若くて分かった僕らのものはものだないどの愛はにさよならしとしみる すごくなんか本番化してきて、なんかおむすびでも食べたい気になって思ってない。今の、ね、ショコレート、3回目のバージョン、どんどん今の曲とかも多分変わっていくと思うし、まあね、これで完成って決めるのもなんか面白くないなと思って、常にいろんな形にしていきたいと思ってるんで、みんなもいろんな感想を聞かせてください。では、大変みたいだけど、大丈夫かな。 まあ、なんかいろいろあるみたいで、思ったことに、メンバー紹介をしようかなと思ってたんだけど、まずは、じゃあ、こちら、まあ、最初のファーストライブからずっと一緒にやってくれてる彼なんだけど、ジェニワンという、バンドで、 を持っててギタリストやってます。筑豊から来た男ギター完成。そしてこちら、母が味噌汁にバターを入れるんですよとやめてほしいんですよといつも嘆いている、キーボード&マニピー青ボン。 こちら、今日リハに、入る前から、なんか、お酒臭いという評判が、そんなことない。気のせい。そしてこちら、今日リハのマイクテストの時に、一人でメモリーグラスを、堀江純さんのメモリーグラスを歌ってました。この通り面白い人で、ね、兄さんと呼んで慕っている人です。兄さんこれから名前言うんで、キーボード通る。ね、昨日福岡で山ちゃんで美味しいもの食べてね、なんかラーメンとか ね、これステインザレイド物に料理で倉橋君の曲のタイトルが当てはまるものを探したんです。これがね、ラーメンのこう麺バーっとこう、それはね、携帯のあれ何て言うんだっけ、シャメール画像なんていうの、アイショットそうだって あれで撮って、ね、あとなんか、なんだっけ、軟骨パンパンパンってなった、そうそう、カズ君が、これ3本とかって言って、それも、いろいろもう写真とか撮ってるから、なんかね、まあ、ファンクラブの、宣伝じゃないけど、ウェブサイトとか開放で、いっぱい撮った写真とかをアップして、レポートしようかなと思って、今、一生懸命やってます。I'm Voy a probar. Sí.あと2曲で終わりです。今短い「えっ？」っていうの多分それが一番驚いた表面だと思うんだけど、まあといえどもあと2曲なんで楽しみましょうね。はいはい。昨日の続きあれかついに来たかこの時が。ね、歌詞全部知ってればよかったんだけどまた勉強しておくよ。それしか思い浮かばない。今日はなんかもうマイクで鼻写し顎写しなんかねコンタクトまた昨日もコンタクトするの忘れて終わってはけるときに間違えたんだけど電話行ってしまったんだけど今日もねコンタクトしてなくてね見えるんだけどねちゃんと2本そうで何を言おうとしたんだろう最近多いんだよ、これ。まあ、思い出したらまた、手紙でも書くよ。待ってるよ。じゃあね、ラスト2曲。楽しみましょう。サンゴ。de aquí, busca la vida de ti. 卒業だよ。Tシャツも全部卒業だよ。もちろん若いでしょ。まあね。じゃあアンコールと言って盛り上がりたいところだけど、まずはこれを聞いてください。さよなら。「Ancora la teoria. Insomma, guarda, con un po' di rimasto分かった、じゃあ分かったギターを弾きましょう。これからやる曲は、前回の赤坂ブリッツのライブでやった曲で、その後、この曲はクランさんが作ったんですかという質問が多数あったんですが、当たり前ですそんな質問しないように、どれもこれも作ったんで、それだけはよく肝に銘じておくように。じゃあ、ナイトドア。Ella no va a hacer esta cara.何を隠そう、いよいよ次で本当の最後です。やだー、愛しい。これしかないもんね。さっきね、ミサにもまた別物だと思うんだけどね練習してさっき大阪でいや、まあ約束はしないけど、まあなんかね、楽しいことできたらいいなと思って、まあじゃあ、最後、これも何やるか、まあお分かりでしょうけど、なんだろう、グリーンで伝えたい思いを一緒に歌おう。歌えるよね。はい。なんか返事がちっちゃいな。知ってる？レジモン。言っとくけど自分で選んだんじゃないからね。持ってる？これを？持ってます。あ、そう。ああ、ロッテリアって書いてるよ。はい。兄さんなんか言い残したことは？あ、天むす？そうそうそう、名古屋といえば天むすなの？あー、食べてない。本当に？どっかおいしいとこ知ってる？ね？急に今なんか逆光でみんなの顔見えないからなんか言って急に、あ、見えた急にねシーンとなったら、なんかすごい、いなくなったのかな。手羽先って美味しいの？美味しいよ。名古屋。本当に。どこにあるの？山ちゃんね。山ちゃん九州じゃん。名古屋なの？それって山ちゃんと一緒？違う。山本屋。どれが本当だ。要するに山ちゃんというのがまた別で名古屋にもあるってことか。ありがとう。勉強になって。じゃあみんなで最後答えましょう。グリーン伝えたい思い。